これはロングスローでしょうか。助走を取ります。ジョーゴがボールを入れます。さあアビスパーボールのスローインです。ロングスローになります。大久保がいる。おお、これはどうだ。おっとクリアした。今のはノーゴールか。ノーゴール、うん、ゴールインですね。ゴールですね。ゴールインです、はい、1対1の同点になりました。アビスパ福岡、田中裕介ですね、最後は。まあロングスローというですね、高さを生かした武器でうまく大久保がボールの落下点入りましたよね。はい、ジョーゴのロングスローもう一度ご覧いただきましょう。大久保が右サイド、ニアサイドにいるんですが、ここでスルスルっと田中が出てくるんですよね、はい、キーパーの前でちょっと触りましたけどね、これはいいですね。はって入ってますね。これはっきり入ってますよ ね、入ってますね。前半の32分、見事な田中、いい飛び出しでした。うまくですねベルディのこうディフェンダーの背中からですね、田中がうまくこのニアサイド潜り込んできましたね、スーッとキーパーの土井の前を横切るような感じになりました。そうですね、1対1同点、ナイスゴール。